園長。もってどういうことだよ。寮のやつ、余計なこと話してないといいけど。それを余計なことって言うんだよ。憧れてなくはないけど、どちらかというと憧れてるけど、すごく。でも俺はまだ未熟で、隼人さんの背中さえ見えてない状態だから、なりたいとか憧れとか口に出していいレベルじゃない。もっともっと強くならないと。また。お休みのところ申し訳ございませぬ。何やら街中に愛人の気配があるようで。ええ、反応は微弱で確実にいる保証はないのですが。了解いたしました。反応のあった場所の位置情報をお送りします。どうぞご確認を。愛人出たのか。もしそうなら俺に任せてくれ。頼む。公園を出て5ブロック先のところだな。ご自身もですか。かしこまりました。ですがくれぐれも先は知らないでください。あなたが怪我をしたとなれば大変です。すぐに要請しますゆえ、彼らが現場に到着するまではどうか行動は控えてくださいませ。通信だ。全員合流してからか。何言ってんだ。園長が悪いわけじゃないだろう。早く何とかしないと。俺行ってくる。だけどもたもたしてられない。大体いるかどうかわからないんだろう。見極めくらいなら俺でもできる。